どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は10代女性の方です。付き合ったばっかりの彼氏に、今までの俺の彼女の中でナンバーワンに可愛くなれよって言われました。なんかいい気がしません。意見を聞かせていただきたいです、とのことですが、どう思いますか？いや、胸クソ悪いっすいや、だってそうでしょう。なんかもう上から目線もすごいし、勘違いもすごいし、まあ本当にかっこいいかもしれないですよ。何が？見た目が？見た目が、見た目だけでしょ。まあ仮にそうだとしても、そんなこと本当に内面がイケメンな人は言いませんよ。今まで付き合った彼女の中でっていう、そんな過去の話とかもいちいち持ち出さなくていいんですよ。まあ、あんま聞きたくないとこですもんね。そう、しかも慣れよって何慣れよって何よ。上からな感じがしますね。そうだよ、なんかあんたのために可愛くはなりたくないよってこっちから思っちゃう。なんか、いや、あんたはどうなのって感じだよね。なんでそんなに本当になんか上から言われなきゃいけないのか全然わからないので、私としてはなんかもう嫌ですね。そんなことを言ってくる人は。じゃあこの相談者さんみたいに、なんかいい気がしないっていう感覚自体は合ってるってことで？合ってるよ、合ってるから。もうそれね、なんかその感覚大事にした方がいいと思いますよ。自分に疑わず、このまま正直に、うん、そうだって、これからもそういうなんかもやっとすること、なんかすごい投げかけてきそうだもん。付き合ったばっかりでこんなこと言うんでしょ？そうですね、すごいよそれ。3ヶ月後もっとすごいよ。なかなか自分寄りな考えってことですね、この男性は。はい、あんまりじゃあ幸せになれるかはわからないかもしれないんで、そういう意味で今後お付き合いを考えてみたらどうかってことで、ちょっと考え直した方がいいと思います。はい、じゃあこれをぜひ参考にしてみてください。はい、じゃあこういった形で相談したいことがあれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。